モスバーガーは株式会社モスフードサービスが展開する日本発祥のハンバーガーチェーンおよび同店で販売されているハンバーガーの名称である。モスフードサービス級本社ビル日本人の好みにあったハンバーガーを提供することを掲げ日本のハンバーガーフランチャイズ店でのシェアは日本マクドナルドに次第2位。同社の公式サイトによると 2020年5月での店舗数は日本国内で1279店舗、国外で395店舗となっている。素材を厳選し、注文を受けてから作るアフターオーダー方式などスローフードの要素を取り入れているのが特徴である。ファストフード店として分類はされているが、ファストフードという語が表すようにすぐに食べることはできず、 ハンバーガーという商品をメインとして扱っていることからファストフードとされているだけだともいえファストフードではなくハンバーガーレストランと分類される場合もある1990年代後半のマクドナルドに発よを発するファストフードチェーンの値下げ戦争の中でハンバーガーを10円程度しか下げず大幅な値下げを行うことはほとんどなかった 一番売れているタバコの値段をもとに、モスバーガーの値段を考えるという、基本的なポリシーを遵守してのことである。モスバーガーの MOS は、M は、モーオンタイノは、オーシャンズは、3という意味とされているが、由来は創業者、桜田里氏が、モスフードサービスの前に起こした、会社マーチャンダイジング・オルガナイジング・システムの、頭文字である。初期には、 モスとデリーシャスハンバーガーのポップを店頭に貼っていたため、この略だとも思われたこともあったようだが、MOS の意味に変化はないという。略称、愛称は、モスで、それを使った、今日、モス気分などのキャッチフレーズがある。日光証券を脱サラした、桜田里氏と、吉野幸が、1972年3月12日、東京都板橋区の東武東上線。 なります駅南口に1号店をオープンさせる。店舗は、同駅近隣から増えていった経緯があり、東上線沿線に、老舗店が多い。この際、アメリカのハンバーガーショップ、トミーズを経営への参考とした。マクドナルドとの差別化を考えていたモスバーガーは、高価格、高品質という高級路線を今日まで歩んできた。高いコストをかけてでも、 商品の味の向上を徹底させるという経営戦略は日本人は味覚にうるさいので食べ物はうまくなければいけないという創業者たちの理念に基づいている。創業当時は資金不足のために他のファストフード店より宣伝力が弱く一等地への進出も難しかったため顧客に口コミで評判を広めてもらうことでしか 事業拡大が見込めなかったことも高級化を行った理由の一つである。商品開発の際、桜田前社長は試作品の新開発メニューを必ず満腹の状態で試食するというポリシーがあった。満腹の状態で食べても美味しいと感じられる。商品こそが本当に美味しい食べ物であるというこだわりからであったという。 1990年代初期まではマクドナルドに似た赤字に黄色い M のロゴマークを使用していたが白い M マークに改めている鳥インフルエンザの発生や外国産野菜の残留農薬の問題等が頻発して安いだけではダメ安心して食べられる安全で安いものがいいという消費者の意識が高まった2004年モスでは1996年頃から 原農薬や有機栽培の野菜を使い始めていたが、そのことをより広く知らせアピールするために従来赤色であった看板を安心、安全、環境を象徴するとして緑色へ転換し始め、従来の店舗を看板の色より赤モス、新型の店舗を緑モスとした。同時に、ただのファストフードからの脱却とファストカジュアルへの業態転換を目的に、 一般的なファストフード店の内装からレストランに近いイメージの木目調を基調としたゆったりした内装への改装も進め高級ハンバーガー、匠をはじめとするミドリモス限定の高級感のあるメニューの提供を始めるがこれらはモスは高いとのイメージを与えることになった当初計画では2008年度中にミドリモス化を完了する予定であったが 原料価格高騰もあり、不可能となった。さらに、ファストフードの領域を逸脱したメニューの提供による、店舗側の混乱や、一部店舗の禁煙化により、客足が遠のいた店もあり、緑モスへの改装費用負担も、相まって、本社の方針に反発する、フランチャイズオーナーもいた。業績が低下したこともあり、桜田社長は、緑モスの路線は間違っていないとしながらも、 今後は、ルールを見直しながら、緑モスへの転換を進めるとしている。この軌道修正を受け、赤モス、緑モスという故障は公式には使用されなくなり、緑モス限定メニュー、モスのご飯は、一部店舗限定と公式サイトでは、表記されるようになった。また、緑モスの代表格メニューであった匠も、2008年に、販売を終了した。現在では、 看板の色でのメニューの違いはないが、新規出店や改装により順次緑モスの店舗に転換されている。一方で CM や CI マーク、海外出店では赤モスのロゴも使用されている。このほか従来のモスバーガーとは異なる業態の展開や海外事業も進めている。2018年3月には2020年3月までに、 国内全店舗を全席禁煙化することを発表。この年、口術の食中毒事件の影響により11年ぶりの最終赤字へ転落した。2018年現在、モスバーガーはアジアを中心に8カ国、地域に展開している。最も早い海外進出は1989年のハワイ店であったが、その後撤退。現在では台湾、タイ、香港、 中国、シンガポール、オーストラリア、インドネシア、大韓民国に展開している。中でも、台湾での拡大は目覚ましく、2012年現在で、首都である台北や、中国に近くマクドナルドさえ展開していない、金門島を含め246店舗を展開、マクドナルド370店舗には劣るものの、ケンタッキー128店舗には大きく、差をつけ検討している。 日本、モスバーガー東部池袋店、緑モス旧ロゴ店舗。現在は、現行ロゴに転換。台湾にある、モスバーガー、赤モス店舗シンガポールにある、モスバーガー、赤モス店舗日本、モスバーガー富士のパーキングエリア店、赤モス店舗。現在は、現行ロゴの、緑モス店舗に転換。 薬島店原稿ロゴの緑モス店舗2004年12月18日から同20日の間に八島西町店でノロウイルスによる集団食中毒が発生、被害は148人に及んだ。同店は高松市保健所から12月21日より5日間の営業停止処分を受けるが、同25日保健所による検査の結果、 同店の従業員11名からも同ウ,ウイルスが検出された。同店は営業再開せず閉鎖。2014年11月11日、飯田橋東店の店頭に中国人の女性店員を差別やいじめの対象とした黒板が立てられていたのがツイッターに写真付きの投稿があり発覚した。黒板に書かれていた内容は遅刻を何度もする中国人の女の娘に 今度遅刻したらお前の背脂でラーメン作るぞ。遅刻しなくなりましたというもので、翌12日、モスバーガー公式サイトでは、内容は人や国を抽象する表現と認め、同店店長が謝罪した。2018年9月10日、長野県上田市天神さんの、モスバーガーアリオ常連店で、超過に出血性大腸菌百1 2 1による、食中毒が発生したと発表した。 県内の男子小学生二人と女子小学生一人、二十代女性の計四人が感染した。これにより、上田保健所は営業者に対し、10日から3日間の営業停止を命じた。同月16日、モスバーガー、血の起きた店で8月18日に商品を食べた二十代男女二名の下痢や腹痛症状と、うち一名の入院二人から、 同じ遺伝子型の O121 が検出されたことを受け、諏訪保健所は18日までの営業停止処分にしたと発表した。この2店舗を含む関東甲信地方の19店で計28人が O121 に感染した。2014年9月13日、台湾のモスバーガーを運営する現地法人は台湾で廃油を原料とした油脂が、 食用に流通していた問題で、同社でも主力のモスバーガーなど5つの商品に使用されていたと発表した。問題となった油を製造したのは、日本の月島食品工業や三井物産グループなどが出資する高尾市の教官という食用加工融資メーカーで、同社は台湾の冷裁業者から廃油を、香港の業者から飼料用油を仕入れていた。2018年、 台湾で、モスバーガーに卵を供給している業者の、鳥飼育刑事が規定より狭く、家畜福祉及び、食品の安全性に問題があるとの告発画像が、動物保護団体の一つにより作成された。これに対し、モスバーガーでは、告発画像は虚偽であると反論している。2018年4から9月中旬までの間、韓国の合弁会社である、 モスバーガーコリアが運営する店舗のトレーマットに安心してお召し上がりください。モスバーガーコリアは日本産の食材を使用しておりませんと韓国語で書かれていたことが10月に入ってツイッターで拡散され日本国内で炎上状態となった。これを受けてモスバーガー公式サイトで誤解を招く表現だったと謝罪した。日本人の味覚に合わせたソースや 愛弾肉を使用したパティは他の米国系フランチャイズチェーンとは一線を画した独特のものである。1973年には世界で初めてテリヤキバーガーを発表。このテリヤキバーガーを売るために常連客の女子高校生からの提案で彼女の高校の文化祭で50個のテリヤキバーガーを無料で配るなど認知度を上げる工夫を凝らした。 1987年には、当時日本国内で問題視されていた米余りを解決するため、パンの代わりに米をベースにしたライスバーガーが発売され、現在のモスバーガー主力メニューの一つになった。農林水産省から表彰される。さらに1990年代後半からは、農業者団体との提携から原材料の国産化、産地、生産者の可視化を進め、 店頭の掲示板に産地と生産者名を掲示するようになった。現在では、イクノナのすべてが、日本国内の定型農家が生産したものとなっており、これらの野菜の一部は、モスバーガー公式オンラインショップにて購入することが、可能である。夏美と名付けられた、パンを使わないでレタス等の野菜だけで包むバーガーも、ある。2003年から一部店舗において、 日本のバーガー匠シリーズを発売。当初価格設定が580円という、これまでにない高価格設定で、高級志向を打ち出す。匠シリーズは2008年に販売終了したが、現在では、味と価格のバランスを考慮し、単品価格400円前後の商品として、開発された、飛び切りハンバーグサンドシリーズがそのコンセプトを受け継いで、おり、当商品は、 ハンバーガーチェーンでは珍しく国産牛肉を売りにしている。2015年5月19日からモスバーガーの定番商品で肉のパティの代わりに大豆由来の植物性タンパクを使ったプラントベースドミートであるソイパティが選択可能になった。2020年3月26日より動物由来の原材料と 仏教の金勲食であるご勲を使わない MOS プラントベースドグリーンバーガーを東京や神奈川の9店舗で先行発売したディックブルーナモデル店舗内装や食器にディックブルーナのイラストを使用した店舗関東に4店舗存在実験店舗シンクパークの大崎カフェ店舗では立地条件からサラリーマンや OL 層を狙った独自メニューとしてケーキや ビールジョッキをメニューに置いている。テレフォンオーダー注文から受け取りまで時間がかかることもあり、モスバーガーでは電話による注文を受け付けている。多くは持ち帰りで利用されるが、店内での飲食の場合も利用可能である。また、オフィス街にある一部の店舗では配達も行っている。電話で注文した利用客に対しては、 受け取り時に10円玉が入ったポチ袋を渡している。これは、注文時の電話代であり、利用客の電話代費用を負担するという意味である。近年では公式サイトからの注文も受け付けており、電話注文と同様にポチ袋を渡している。オリジナルキャラクターモスバーガーは、オリジナルキャラクターとして、モスさんがおり、グッズやイベント等で使用している。 モスさんは2009年に37歳で、アラフォーの星としてデビューし、2012年で40歳を迎えた立派な中年である。1972年に東京都板橋区で生まれ、趣味は旅行とコスプレである。体はバンズ、肉、トマト、ソースなどで構成されており、それぞれを組み替えることが可能。好物はモスバーガーの モスバーガーで、いわば同族であるハンバーガーをいくつも食べることができる。グッズ展開、モスワイワイ子供ラボでは、各所とコラボして、モスワイワイセットの子供向け玩具を開発しているほか、北関東限定オリジナルマグカップや、静岡県限定オリジナルマグカップなど、地域に密着したグッズ開発も行われている。その他、バンダイガシャポン経由でのストラップや、 モスワイワイ福袋なども企画している。その他一部の店舗に NTT コミュニケーションズの公衆無線 LAN ランサービス、ホットスポットや NTT ドコモの公衆無線 LAN ラン、ドコモ Wi-Fi NTT 東日本、NTT 西日本の公衆無線 LAN ラン、フレッツスポットのアクセスポイントを設置している。また2012年には、モスカードというプリペイドカードを設定し、個人での利用や、 ギフトカードとしての利用を推進している。店舗によっては席にスマートフォンやノートパソコンの充電用にコンセントが用意されている。モスバーガーの特徴として他のファストフード店に比べると環境への配慮がなされているという点がある。具体的には店内の食事にはガラス製のグラス、糖製のマグカップ、金属製の食器を使用、持ち帰りには 紙袋のみでビニール袋は出さないなど、主にアジア地域に事業を展開。過去の関連会社官邦広報資料、プレスリリースなど一次資料この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。モスフードサービスに関するカテゴリー、ありがとうございます。